今回はクラシック音楽の名曲28曲を聴きながら、西洋音楽史の重要用語と作曲家を覚える一問一答です。まずは西洋音楽史の重要用語です。西洋音楽史の時代区分の中で、ヴィヴァルディ、J.S. バッハ、ヘンデルが活躍したオペラが誕生し、器楽曲が多く作られ、協奏曲が成立発展した1600年から1750年頃の音楽の時代を何というか。答え、バロック。西洋音楽史の時代区分の中で、ハイドン、モーツァルト、ベートーベンが活躍したソナタ形式が確立し、交響曲やピアノソナタなどが数多く作られた1750年から1820年頃までの音楽の時代を何というか。答え、古典派。西洋音楽史の時代区分の中で、シューベルト、シューマン、ショパンなど数多くの作曲家が活躍した自由な表現の音楽が盛んになり、リート、交響詩、即興曲などが作曲された1820年から1900年頃の音楽の時代を何というか。答え、ロマン派。スメタナ、ムソルグスキー、ドボルザークなどロマン派の後期、民族主義的な音楽を作った作曲家のことを何というか。答え、国民楽派。中世の時代に生まれ、カトリック教会の典礼や儀式で歌われた単旋律の聖歌を何というか。答え、グレゴリオ聖歌。バロックで誕生した音楽を中心として、文学、演劇、美術、舞踊などの要素が結びついた総合芸術を何というか。答え、オペラ、括弧、歌劇。古典派の時代に確立したベートーベンの交響曲第5番破綻調運命などに見られる定時部、展開部、再現部、コーダからなる形式を何というか。答え、ソナタ形式。ロマン派で登場した自然や文学的な内容をオーケストラによって自由な形で表現した兄弟音楽を何というか。答え、交響詩。次は有名なクラシック音楽の作曲家22名です。この作曲家は誰か。バロック音楽で活躍したイタリアの作曲家、協奏曲の父と呼ばれる、有名な作品、バイオリン協奏曲、四季、協奏曲集、調和の霊感。答え、ヴィヴァルディ。この作曲家は誰か。バロック音楽の後期で活躍したドイツの作曲家、音楽の父と呼ばれる、有名な作品、トッカータとフーガ二短調、ブランデンブルク協奏曲、G 線上のアリア。答え、J.S. バッハ。この作曲家は誰か。バッハと同じく、バロック音楽の後期にドイツで生まれ、その後イタリアでオペラを学び、イギリスに渡って活躍した作曲家。有名な作品、オラトリオ、メサイア、管弦楽曲、
水上の音楽。答え、ヘンデル。この作曲家は誰か。古典派の時代に活躍したオーストリアの作曲家、交響曲の父、弦楽四重奏曲の父とも呼ばれる。有名な作品、交響曲第94番、驚楽、弦楽四重奏曲、ひばり、オラトリオ、天地創造。答え、ハイドン。この作曲家は誰か。古典派の時代に活躍したオーストリアの作曲家、神道と呼ばれる。有名な作品、交響曲第41番、ジュピター、オペラ、フィガロの結婚、キラキラ星変奏曲、アイネクライネ・ナハトムジーク。答え、モーツァルト。この作曲家は誰か。主に古典派で活躍し、ロマン派への橋渡しをしたドイツの作曲家、楽聖と呼ばれる。後に聴力をほとんど失いながらも、数々の大作を生み出しました。有名な作品、交響曲第5番、運命、第6番、田園、第9番、第9、ピアノソナタ、第8番、悲愴、エリーゼのために。答え、ベートーベン。この作曲家は誰か。ロマン派の初期に活躍したオーストリアの作曲家、歌曲の王と呼ばれる。有名な作品、ピアノ五重奏曲、マス、歌曲、魔王、歌曲、ノバラ。答え、シューベルト。この作曲家は誰か。ロマン派の時代に活躍したドイツの作曲家。有名な作品、バイオリン協奏曲、劇付随音楽、真夏の夜の夢。答え、メンデルスゾーン。この作曲家は誰か。ロマン派の時代に活躍したドイツの作曲家。有名な作品、ピアノ曲、子供の情景、ピアノ曲集、謝肉祭。答え、シューマン。この作曲家は誰か。ロマン派の時代に活躍したポーランドの作曲家、ピアノの詩人と呼ばれる。有名な作品、子犬のワルツ、幻想即興曲、革命のエチュード。答え、ショパン。この作曲家は誰か。ロマン派の時代に活躍したハンガリーの作曲家、ピアノの魔術師とも呼ばれる。有名な作品、ピアノ曲、愛の夢、ピアノ曲、ラ・カンパネラ。答え、リスト。この作曲家は誰か。ロマン派の時代に活躍したドイツの作曲家、爆撃王とも呼ばれる。有名な作品、オペラ、タンホイザー、オペラ、ローエングリン、楽劇、ニューベルングの指輪。
答え、ワーグナー。この作曲家は誰か。ロマン派の時代に活躍したイタリアの作曲家、オペラ王とも呼ばれる。有名な作品、オペラ、椿姫。オペラ、アイーダ。答え、ヴェルディ。この作曲家は誰か。ロマン派の時代に活躍したドイツの作曲家、ドイツ三大 B の一人、有名な作品、交響曲第1番、バイオリン協奏曲、ハンガリー舞曲。答え、ブラームス。この作曲家は誰か。ロマン派の時代に活躍したフランスの作曲家。有名な作品、オペラ、カルメン。組曲、アルルの女。答え、美声。この作曲家は誰か。ロマン派の時代に活躍したロシアの作曲家。有名な作品、バレエ音楽、白鳥の湖。バレエ音楽、くるみ割り人形。ピアノ協奏曲第1番、編ロタン調。答え、チャイコフスキー。この作曲家は誰か。ロマン派のイギリスの作曲家。有名な作品、行進曲、威風堂々。愛の挨拶、エニグマ変奏曲。答え、エルガー。この作曲家は誰か。国民楽派でチェコの作曲家。チェコ国民楽派の創始者と言われる。有名な作品、連作交響詩、我が祖国。オペラ、売られた花嫁。答え、スメタナ。この作曲家は誰か。国民楽派でロシアの作曲家。国民楽派、ロシア5人組の一人。有名な作品、ピアノ組曲、展覧会の絵、交響詩、ハゲ山の一夜。答え、ムソルグスキー。この作曲家は誰か。国民楽派でチェコの作曲家。スメタナに続くチェコ国民楽派を代表する一人。有名な作品、交響曲第9番、新世界より、ユーモレスク。答え、ドボルザーク。この作曲家は誰か。近代音楽を代表するフランスの作曲家。印象派音楽の創始者とされている。有名な作品、牧神の午後への前奏曲、月の光、甘色の髪の乙女。答え、ドビュッシー。この作曲家は誰か。近現代音楽、フランスの作曲家。有名な作品、バレエ音楽、ボレロ、水の戯れ。答え、ラヴェル。
お疲れ様でした。今回は西洋音楽史の一問一答でした。各時代に活躍した作曲家とその名曲をクラシック音楽を楽しみながら学んでいただけましたでしょうか。このチャンネルではあらゆる情報をシンプルに楽しく学べるように一問一答形式で作っています。この動画が勉強になったと思われた方は高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。エヴァの一問一答でした。